皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド東京からカスタマイズさせていただいた車両を紹介します。紹介してくれるのは内山店長です。はい、よろしくお願いします。で、今回ご紹介するのが、製作シリーズでもお伝えした新車の 350D、はい、ブラバスワイドスター、こちらをご紹介するんですけれども、はい、けれども最初に確認しておきたいことが、はい、やっぱりこの車紹介すると絶対、コメントで、はい、63変えたんじゃないですか来ると思います。はい、ちょっとそこ確認したいんですけど。そうですね。さすがに63は届かない。変えた、新車のノーマルは変えたかもしれないですね。あ、そのぐらい。はい、ただちょっとそのじゃあ63買うか、350いじるかってまず全然別の話だし、はい、そもそも63と350が全然違う車なんで、違いますからね。じゃあその63買った方が良かったじゃないですかって、はい、そういう人もいるかもしれないですけど、そういうことじゃないんで、ないですね。お客様は、はい、ブラバスに乗りたかったんです、はい、だから今回は350をベースにがっつりブラバスのキットを組ませていただいたことなんですけども、車のキャラクターも全然63と350違うんで、そうですね、はい、今回はその 350D でそうコンプリート化を作らせていただいたと、はい、そういう流れになります。なります。で、まずこの外装、はい、おかしなことになってますけども入庫時とは別の車ですね、はい、本当に黒いゲレンデのはずだったのがなんと今回、はい、マットガンメタになりましたね。マットガンメタ、はい、で、またこれ、ラッピングで今回全部、はい、全面ラッピングなんですけど、ラッピングのこの張り具合がすごい、すごいですね。わかんないですもんね。ちょっと順番に各部見ていただきたいんですけど、はい、本当にこのガラスのとことかエアロのこのフィッティングのとことか、あとドア開けたところとかも、はい、とにかく全部言わないとラッピングってわからないぐらい、わからないレベルですね。純正でもこういう色あるじゃないですか。だから多分普通に何も知らないで見た人は、何グレーかは知らない、その純正色ベースでワイドスターを組んでるって思われるんじゃないかなと思いますけどね。はい、そのぐらい逆に自然に仕上がってるというか、そうですね、はい、もう本当に色替えみたいな、そうですね、本当に色替えですね、もうこれはなってると。で、ちょっとこのディテールはちょっと紹介の時に追っていきたいと思うんですけど、はい、まずエアロが今回ワイドスターってことで、そうですね、ワイドスターキットですね。内山店長初ワイドスターです。初ワイドスターようやく、はい、ようやくワイドスターできました、ね、みんなやってるのにね。で、車はもうボンドチャンネルでも何台も紹介させていただいてるんで、はい、パーツ構成だったりはいいと思うんですけど、はい、細かいこの塗り分けとか、そうですね。で、今回やっぱり350がベースなので、グリルは絶対63にせずに350をベースにしたワイドスターということで、グリルは塗ったりとかしてちょっとこうブラックアウトして全体的に引き締めるような形になってますね。そこがもうまさにこう63に乗りたかったわけじゃないってこと。そうです、そうです、そうです。なんでこう350のグリルの、今回このブラックアウト、はい、これがまた逆になんか新鮮というかですよね。やっぱりみんな63が多いと思うんで、やっぱりこのグリルは残した方がいいなっていうのはもう大前提にありました。で、これ350のグリルもしっかりこのブラバスの、はい、イルミのロゴがつくようになってます。これがついてくるという、はい、で、そんな感じで、あとはバンパーだったりは共通ですけど、そうですね、この辺なんかはあえてこのカーボンの、はい、グロスブラックで塗ってます。これカーボンのにはあえてしない、してないですね、感じで。で、あと、今回はもう全部スタンダードな仕上がりということですけど、はい、この網なんかも結構そうですね、そのまま純正の樹脂っぽく残してます。ちょっとボディがマットブラックなんで、あ、グロスブラックにしちゃうとなんかちょっとギラつきすぎちゃうかなと思って、ちょっとラフにこう、そうですね、だからグロスブラックも他にも使ってるんですけれども、本当にポイントポイントで使うようにしてます。全体的にはこのマットとかサテンの仕上げでまとめてある。そうですね、はい、だと前回りもう一点特徴的な部分といえばパワードーム、はい、そうですね、これはもう絶対ですよね。でも名古屋店の飯村店長も言ってたけど、パワードームは絶対乗せた方がいい、リップだけでも乗せた方がいい、乗せた方がいいです。やっぱりこのフロントのこの立体感が出るんで全然違うので、ものすごいおすすめなパーツだっていうのは言うんです。これ本当にかっこいいですよね。やっぱつけた時にこう G クラスのこう、遠目で見た時の印象がもう全然違いますよね。シルエット全然違います、全然違います、前回りの迫力が、はい、で、また今回このグロスでこのカーボンのパーツがここだけなんで、はい、とにかく目立つ、はい、ちょっと特別感が、ちょっとここまでマットにしたらくどいかな。あ、なるほど、はい、確かにちょっとカーボンのマットって、そうですね、ちょっと重たくなるんで、かなり、なので今回はグロスでカーボンを残してみました。で、これがちょっと製作シリーズでも伝えましたけど、はい、こっち側にブラバスのロゴもしっかり入ってると、はい、
ちょっと途中のロットから仕様変更で。そうですよね。でここはまあ元々このブラバスのロゴが確かシルバーの文字だったと思う、はい、グロスブラックで塗ってあります。この辺の見えないところはグロスブラック で、 そうですね。であともしかしたらこの辺も塗ってあるの。あそこ塗りました、ダクトの部分も。これもグロスブラックで仕上げてあるみたいです、はい、そしてちょっとその一緒にこの細かいところとか見ていただけると分かると思うんですけど、とにかくラッピングがすごいですよね。で今回そのエアロの組み込みっていうことで、はい、組み込む前にある程度、そうですね、もうある程度、まあ、仮組みの状態でラッピングをして最後にあの本格的な組み付けをしているので、もう完璧だと思いますね。だからバラせるところも本当に全部というか、はい、バラした分解してラッピングしちゃう、はい、だから本当にこういう細かいところもそうだし、またそのついでないのがそうですよね、まあ、よく見ればその物理的に無理なところはついであるんだけど、まあ、基本的にもうほとんどつながってるついであるところは見えない、はい、そんな仕上がりになってます。これすごいね、本当にこれすごいですよね一言になるけど本当よくやるなと思ってでちなみにこのカラーはお客様指定で、はい、そうですね、マットガンメタにしたいということで、まあ、でもなんかちょっと純正っぽくて貼った感もなくていいかなと思って、ちょっとこう純正とかけ離れたのにするんじゃなくて、あくまでちょっと純正っぽい感じの感じがいいかなって。そしてあと今回注目なのは足元、はい、来ましたね。これド迫力のモノブロック Z です。 Z はいないZ はワイドスターとか、まあ、バラスのホイール何台もつけさせていただいた の、はい、あの僕らも動画撮ってますけど、はい、Z は過去に1台だけ名古屋店の、いやなんかお客様も結構悩んでたんですよね。最初に22インチにするか24のモノブロック Z にするか、もうでも絶対 Z じゃないですかってもう迫力的にもそうですね、ワイドスター組んだらやっぱり22じゃ物足んないと思うんですよね。もうとにかくタイヤホイールがでかい、はい、まあ、タイヤの外形は変わってないですよね。そうですね、もうホイールがでかい。やっぱでもモノブロック Z かっこいいですよね、まあ、ちょっと値段が値段はあの可愛くないんですけど、可愛くないですけどデザインはすごいかっこいい、素敵だと思います。もうこのスポークの長さがちょっと強調されていいですよね、いい感じです。そしてその中のブレーキは、はい、今回あの、まあ、350なので、ただまああのお客様からはここ依頼されてなかったんですけれども、勝手に塗っちゃいました内山店長勝手にカスタマイズするシリーズ、はい、なんかそこだけちょっとメルセデスのロゴがバッチリ残るのもなと思って、確かにどうしてもやっぱブラバスのロゴにしたかったので、これはきっと喜んでくれるなと思って勝手に塗っちゃいましたでそれもなんかこう赤とかこう差し色持ってくるんじゃなくて、はい、あのやっぱりガンメタ、ロゴはガンメタにします。ガンメタとこのグロスブラックで、はい、全体的なバランスを取ってますね。これであと今回この車高に関しては、うん、車高はノーマルです。あ、ノーマル車高で、はい、仕上げた迫力あるから下げなくても十分、まあ本当にあとは好みのですね、はい、ってくるかなっていう感じします、はい。あとこの辺のモールなんかは、モールはラッピングしてます。やっぱりこう350と550は違うのでモールなんですけど、はい、ラッピングして、まあ、ドアのこっちとかも細かいところですけどラッピングしてますね。なるほど、はい、ちょっとこうシルバーのところを消して統一感を出してるみたいです、はい、あとこのフェンダーがどでかいのがついてますけど、はい、片側6センチワイド、はい、そしてこの塗り分けがまたこの絶妙な感じになってます、はい、このダクトをグロスで、そうです、この横のこのそこは、ハンツヤブラックにしてます。サテン で、はい、で当然ロゴはグロスで、そうですね、なってる。であとはそのまま続くステップも、はい、ステップはサテンブラックですね。これはラッピングで、ラッピングです。なるほど、仕上げてあります。はい、まあ、ここはもう定番ですね、 G のステップは。でまたボディのラッピングの話ちょっと寄り道しちゃいますけど、はい、こういうヒンジとかもすごいですよね。どうやって貼ってんだろうなと。あとすごいのはこのガラス、これ外してるの、はい、外してないです。外してないんだ、うん、このガラスの隙間とか、うん、どうやって貼ったのっていうこれモールは外してモールの中まで貼ってるってことでしょ。モールは外してんじゃないですか多分。この中まで全部貼ってあるんで、うん、多分ゴーラモールは外してってことだと思います。なんかこれはすぐ外れるらしいですからね、まあ、ものすごい技術で貼られてます。すごいですよね。
昔だって違うラッピング屋さん出してた頃ここ貼れないって言われましたからね。ここ貼れないのもなって確かに、うん、仕上がりに大きく影響してくるね。ちょっと細かいところであるけど、元は白で黒貼ったら白残っちゃうってことじゃないですか。確かに確かに、ボディカラーなんで、やっぱここ貼れるか貼れないか結構大きいですよね。当然この可動部なんですけど、しっかりこの辺も貼って、はい、であとは注目のポイントとしてはここ、はい、初めて350にブラバスの4本出しマフラーをつけました。まあ、でもこっち側はカッターですね、マフラーカッターなので実際に排気はしていないんですけれども、これ覗くとすぐこう、はい、ここで切れてるのが見た目が4本出しになる。やっぱり右側もあると左右対称の方がかっこいいですよね、バランスが、はい、そしてリア行きましょうか。はい、リアも当然このワイドスターのちょっとワイドになったバンパーと、はい、あと後ろは結構このエンブレムが、そうですね、マットブラックにしてエンブレムはつけてます。あとこの辺のヒンジなんかも全部ラッピングで、すごい仕上がってる。いやこれ今回ちょっとねラッピングのこの技術にはびっくりした。あとこの背面タイヤはカーボンのタイプが、はい、そうですね、これはもうあの取り付ける前の動画でも紹介させていただきましたけど、やっぱこうカーボン目がこう入れ替わってて綺麗ですね、つけてみると実際。なんかこのボンネットのパワードームとリアのこの背面タイヤと、はい、前後でこうカーボンがバランス取れる感じで、大きいカーボンパーツがついてることでなんかこうバランスがちょっと取れてる、いいですね、そんな感じがします。はい、はい、であと後ろも同様にこの下の部分は、はい、そこもグロスブラックで塗ってます。で今回こうちょっとこのグロスと半ツヤとちょっと絶妙なこの使い分けでやってます。立体感がちょっと出てると、なんかやっぱりこうマットボディになった時にフェンダーのダクトもなんかこうマットになったらちょっとね、なんか全部マットかってなっちゃうから、またこのマットのグレーというかガンメタが、うん、ワイドボディ合うですね。ワイドスターめちゃくちゃ似合ってるっていう、うん、本国でもありそう、ありそうね。そしてちょっとじゃあこのいかにこのラッピングがすごいかもちょっともう少し触れたいと思います。ちょっとこのドアの内側、こういうところとかもだからこれ言わないとわからない、わかんないと思いますね、多分開けた内側とか、まあ、あとこの中とかこのコーションとかも全部抜いて、コーション抜くのがすごいですよね。すごい。ちょっとあと唯一純正のボディカラー、もともとのカラーが見えるところはこのエンジンルームの中だけっていうだけです。開けたこの脇のとこと、多分分かんないですよね、本当に本当に分からない。でも本当にイメチェンで、うん、ラッピングとってもおすすめな感じじゃないでしょうか、はい、じゃあ最後になりますけれど、はい、ブラバス今回ワイドスター作らせていただいたんですけど、はい、他にも結構注目な車種とか仕様が、はい、何ですかその無茶ぶりは。いいですか僕から言っちゃって、はい、アドベンチャーとか、あーやりたいですね、はい、やってみたいですね。あと S クラスのブラバスとか、はい、まあ、いろいろかっこいい車ありますので、はい、もうブラバスボディキットは、はい、内山店長にご相談いただければ、ね、はい、ぜひ東京店までこちらまで。やめてやめて、入んない入んない、入んない、それインサート入れるのめんどくさい。あと今回はラッピングで仕上げさせていただきましたけれども、はい、もちろんラッピングいろんなフィルムありますので、そうですね、フィルムの色があるので、まあこんな色どうかなとかカラーサンプルもいろいろ取り揃えておりますので、ご相談いただければいろいろご案内できると思います。あとは究極はオールペンイントなんてことも、はい、そうですね、ただオールペンしちゃうとなんかね、まあまあその車両のその価値的にもそうだし、部分がやっぱりあるので、まあラッピングの方がこう気軽に遊べるかなとは僕は思いますけど、あと耐久性に関してはこうやっぱり、耐久性に関してはやっぱり塗装の方がいいですけどね。やっぱりこの、はい、ラッピングのいいところとペイントのいいところ、そうですね、やっぱりもうどちらもあるので、まあ、その辺も合わせてご相談いただければね、ご案内することもできると思います。まあ、メリットデメリットいろいろ話できるんじゃないかなと思います、はい、というわけで何でもボンド東京までご、はい、相談ください、はいはい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。